ホークス公式インスタグラムライブ配信をご覧の皆さん、こんにちは。こんばんはですね。さあ、今日から第2クールが始まりました。またね、ちょっと練習の内容も少し変わってきて、またキャンプらしさが出てきたかなと思います。さあ、ではここからはですね、選手と一緒にライブ配信をしていきたいと思います。今日の選手はこの方です。こんばんは、柳町達郎選手です。こんばんは。こんばんは。ちょっとなんかもうちょっと近くにいるかな。はい。はい、さあ、柳町選手、こういうライブはどうでしょう。そうですね。初めてなんで、ちょっと緊張してます。インスタ自体はね、やってますよね。そうですね。はい。でもライブやったことがないと。はい。なかなか配信したことないですね。ちょっとね、一人で喋ったりするとね、あんまおしゃべり得意じゃないでしょ。はい、ちょっとおしゃべり好きじゃないです。そう、今日ね、これを頼んだ時もね、はい、俺喋るのみたいなね。そうですね、大丈夫かなっていう感じでしたね。はい、いや、まあ、あんまり好きじゃないですね、こういうの。ですが、ファンの方のためにね、ちょっと、はい、頑張っておしゃべりしてもらおうかなと思います。はい、喋りたいと思います。はい、まあ、こんな感じでね、いろんなあのファンの方のコメントだったりとか、はい、まあ、後でちょっと見ながらやっていこうかと思いますので、はい、まずはこのキャンプ、まあ、第2クールね、今日から始まりましたけど、はい、どうですか、このキャンプは。まずそうですね、まあ、やはり体は結構、張ってるんですけど、本当に自分のために、頑張っていきたいキャンプだなと思います。何か目標あるんですか。そうですね、まあ、やっぱりバットを振る力だったり、守備だったりというところの、まあ、一回りも二回りも成長した、成長して来シーズンにつなげたいなと思います。はい、はい、でもね、かなりね、もう今のギリギリ、ここに来るギリギリまでね、バット振ってましたしね。はい、そうですね、もう本当に、やらないとレギュラー取れないと思うんで、誰よりも遅く頑張りたいなとは思ってます。まあ、そんな中ですけど、昨日ねお休みでしたけど、はい、なんかちょっとゆっくりはしたんですか。そうですね、体はね、疲れてるでしょうか。はい、だいぶゆっくりしてましたね。しかも結構な雨だったんで、うんうんうん、もう本当に部屋でゴロゴロしてましたね。ゴロゴロ、はい、ゴロゴロしてました。そういう時なんかすることあるんですか、そのゴロゴロしながらとか。ああ、昨日は YouTube 見てました。おう、はい、何の。ゲーム実況とかよく見ました。そうなんだ。はい、ゲーム実況見るんですね、よく。はい、結構見てます。え、自分がするから。いや、自分がしてないゲームも結構見てますね。はい、どんなゲームするんですか。いや、もう携帯ゲームだとパワープロとか、僕高校1年生か2年生の時からずっとまだやってます。はい、継続中。はい、それはずっとやってますね。なんかやめられないです。はい、いろんな選手使いながら。そうですね、でもなんか携帯のパワープロって、うん、あの自分で作った選手を、はい、なるほど、はい、じゃあ理想の選手作ってるんですね。そうですね、もう最強の選手を作ってます。へ、なんかチームメイトとこう、なんだろう、対戦したりとかもないんですか。いや、なんかパワープロまだできないんですけど、うん、そのチームメイト対、なんか対戦ができないみたいなんで、それを作ってくれたら、はい、いっぱいしたいなとは思いますけど、はい、急にリクエスト。そうですね、はい、でもなんかできるみたいな、よ、なんかあれはあるみたいです。へ、はい、なるほど、なるほど、はい、それは楽しみですね。絶対興味ないですね。はい、本当にゲームがね、ちょっとしないから、はい、あれなんですけど。さあ、ちょっとね、いろいろなんか、あれ、クッキー君が邪魔したみたいですね。邪魔したみたい。はい、あ、これか。今日もハンサムですねって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。仲いいんですか、吹き選手と。
久喜選手は僕にタメ口聞いてくるんで、はい、あ、後輩、そうですね、後輩なんで、はい、よく僕に飯をたかってきます。そうなんですね。はい、それはその時ちゃんとご馳走するんですか？いや、ご馳走したりしなかったりするまあね、このご時世がね、ちょっとなかなか行けないのかもしれないんですけど、はい、行けてたらもうガンガンでしょうね、そしたら。そうですね、なかなか僕のお金が飛んでいきますね。そんなに、はい、なんかね、久喜選手この間からこう川瀬選手に呼んだらすぐ来るとかいうキャラクターを埋め込まれてるんで、はい、でまたね、柳町選手からおごられるキャラになってるから。そうですね、ちょっとね、はい、この後輩だいぶたかってます、ね、はい、今度焼肉行きたいですね。あ、これ茎なんですね。そうそう、はい、じゃあちょっとなんかそのファンの方とかいろいろ来てるコメントを拾ってってください、はい、いろいろ自分でなんか気になるのあったら。髪の毛単発にしないんですか？いや、したいんですけど、いや、なんだかんだ伸ばしちゃうんですよね、はい、したいけど伸ばしちゃう、はい、なんか切りに行くのがめんどくさくて、はあはあはあ、なんかの伸ばしてから一気に切るっていうタイプです、はい、でもそんなに切るときも切ってませんよね。僕の中では切ってますなるほど、はい、ちょっとね、見てみたい気もしますけどね、はい、福岡でお気に入りの場所ありますか？どこですか？福岡でお気に入りの場所、だいぶ慣れたでしょうからね、福岡も。いや、でもそんなに、どこだろうな、難しいっすねああ、でも、いや、でも博多駅周辺とかはよく行ってますね。あ、はい、買い物。そうですね、まあ、買い物だったりご飯だったり、うん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 、あとキャナルシティ結構行きます、買い物で。へえ、はい、まあ、博多駅からも歩いて行きますしね。そうですね、へ、結構行きますね。あ、そうなんですね、はい、まあ、寮から新幹線かな。そうですね、うんうん、なんで、はい、うん、へ、好きな四字熟語は難しい、はい、急に難しい。そうですね、僕のなんか中学校の、まあ、チームの、まあ、テーマというかがあって、それで凡事徹底っていう四字熟語があるんですけど。凡事徹底、はい、それですかね。説明してもらっていいですかいや、まあ、簡単に言うと、まあ、当たり前というか平凡なことをしっかりやるっていうことですね、うん、なるほど、はい、当たり前のことを当たり前にやる、そういうことです、はい、それが好きな四字熟語ですか？はい、うん、まあ、好きなというか座右の銘というか、はい、そういう感じですね。なるほど、なるほど、らしさ出ましたか今ね。出してみました富士さんみたいになってほしい。ああ、ほら、さすが慶応って、後輩が、かわいい後輩が、はい、そうですね、まあ、長谷さんのようになれたら、はい、いいですけど、まあ、まあ、追い越せるように、はい、うん、今後頑張っていきたいなとは思います。なんかね、杉山投手からの名声を気づいてっていうのがあって、え、メッセージしてたのかな。何ですかね。この間もあの川瀬選手やった時に全然気づかずに全部スルーしててどれだ、杉山くん、これだ、理系ですか、理系ですか質問これこれはスルーしていいですよねじゃあ杉山投手またスルーします。はい、すいませんね。はい。まあ、理系の方が得意だったっす。あ、そうなんですね。はい。肌綺麗ですか。どんなスキンケアしてますか。いや、もうお風呂上がりに化粧水と乳液塗るくらいです。ほう。はい。ちゃんとしてますね。はい、結構乾燥肌なんで。あ、ま
あ、日焼けもするからですね。はい、そんくらいですね。何使ってるんですか、ちなみに。あの極純っていう、ほう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 、はい、という化粧水と乳液ですね。ほう、はい、これでしっかり美肌を保ってるみたいですよ、皆さん美肌なのかわかんないですけど、結構真っ黒なんで。まあ焼けてます ね、 結構ね。はい、まあでもこれからまた焼けますよ、きっと。はい、羽口さん頑張ってくださいすごいです ね、 ね、はい、試合前の声だし、ね、振られると。でも急にじゃないですもん ね、 あれね、順番一応決まってるから。はい、はい、でもあれ、うん、試合より緊張します声だし。はい、でも結構ちゃんと調べて言ってますよね。はい、いやもう本当に準備して準備して、もうあの寝る前から、もう前の日からドキドキしながら、はい、布団の中で考えたりしながら寝てますねまた来たまた来たってなるっすよ会見しようかな。もうちょっとかっこいいからって、もうすぐこうやってインスタライブしちゃうんだから、もう本当にすぐ言い切っちゃうから、もうちょっとかっこいいからってね。いや普通にタメ語なリチャード選手って。また村上コーチどんな方ですか。熱い、優しい、かっこいい。おー、すごい、すごい媚び打っていく。おお、そういうこといや、ごめんなさい。はい、はい、いや、またお願いする。コメントします。はい、こいつ荒らすだけ荒らして帰ってきましたね、まあ、かわいい後輩ですかね。はい、そうですね。まあでも仲いいですもんね、みんなね、結構。はい、先輩後輩。そうですね、はい、先輩後輩って壁があんまり感じられないんですけど、それを感じるのは私だけですか。いや、全く感じないですね。はい、ほら、ちゃんと視聴始めましたって早いですね中谷選手どんな人ですか。いや、優しい、いい先輩ですけど。もう、はい、けど、はい、いや、はい、僕はちょっと、はい、舐めた態度を取る時があるんで、はい、それを許してくれるいい先輩です。おお、はい、なるほど。リチャード選手、人参好きですか。はい。え、何普通ですどういう質問これいや、もう小学生でもしない質問ですねはい、まあ、仲の良さはね、伺いますけど。そうですね。アキラさんとのエピソードありますか。そうですね、はい、いや、まあ試合前とか困った時とか、はい、ちょっと相談に乗ってもらったり、はい、したことありますね、うん、へー、試合前に。はい、あの、このピッチャーどうやって、あの狙いますかとか、はい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 、そういうのをちょっと、はい、教えていただけるので。へ、はい、そういうの聞いたことありますね、はい、それもね、そうです ね、 ね、一緒に、はい、やってるし、そういうところでも聞きやすくなりましたか。そうですね、はい、やはり教えてもらう、はい、いろいろ教えてもらってるので、はい、聞きやすいですね。なんかオフスの中で一番仲いいなんてもうなんてもう仲いい後輩は誰ですか。はい、言ってあげてください。はい、まあリチャードということにしておきましょう優しい、はい